じゃ、こんにちは。はい。はい、宇多田さん。はい。今日はね、うん、ヤンキース対ドジャース。ヤンキース対ドジャースね。ヤンキースタジアム、ニューヨークに舞台を移して、はい、第3戦。まあ、なぜかというと。なぜかというと、まあ、動画を撮ってるのはね、はいはい。やっぱ大谷が心配で。そうよ。まあ、2000の8回かな、盗塁を仕掛けた時に、まあ、左肩亜脱臼ということで、今日出場がどうなのかというね、うん、まあやっぱこうスタメンが発表になるまでちょっとどっちかわからないということで、まあ一般的にはねちょっと大事を取ってとかも考えられましたけどね、まあその具合がわからないからね、うん、まあ脱臼だったらもう完全に出れなかったと思うんだけども、まあ見事スタメンで、うん、出場しました。いや、やっぱこう大谷が出てる出てないではすごく大きくて、うん、やっぱりヤンキースの先発ピッチャーね、はい、シュミット、まあドジャースの先行で始まるんだけどもね、はい、大谷が打席に立って、うん、ストレートのフォアボール、まずね、まずね、はい、で3番フリーマンがツーランということで、ね、もうこれでやっぱり大谷の存在感というのがすごくわかるシーンだったよね、うん、なるほど。やっぱ大谷じゃなかったらストレートのフォアボールなんか出さないと思うんだよ、うん、だけどあそこでねシュミットがやっぱこう不気味なんだろうね、怪我はしてても、ね、でどういう状態かっていうのもわからないし、フリーマンが打ってそれがツーランになったというね、うん、まあソロホームランだったらそんなに痛くはないと思うんだけども、はい、やっぱこうツーランっていうのはね初回に、うん、これはやっぱ効くなっていうような感じがした、うん、ただ大谷の状態を見てるとベンチに座ってる時とかね、塁に出た時とか、はい、必ず首のここら辺をこうユニフォームのね、うん、掴んで肩を固定するような、まあ、形でリードとか、うん、ランニングはしてるんだよね、はい、だからやっぱこう振るとやっぱ多少痛いというね、まあそういうことが残ってるんだろうけども、俺も昔、現役の頃亜脱臼したことがあって、うん、両肩、うん、まあ左も右も経験あるんだけども、まあ大谷は左ということで俺はなんかこう打球を飛びついた時に亜脱臼をしたんだけど、うん、その後まあ試合に出たんだけどもね、この肩のラインから腕をこう上げるっていうのがすごく痛いと思うんだよね、うん、だからこう大谷バッティングをこう振るっていうこと自体はそこまでは痛くないと思うんだよ、うん、ただやっぱ怖さがある。だから3打席目かな、うん、打った時にサードフライかな、打った時にやっぱ当たる前に手をこう離してるシーンがあって、凡打にはなったんだけども、ただ凡打を見てるとやっぱ影響はだいぶあるなという、こう持っていけないってことですね、うん、ちょっとねタイミングが狂うとねやっぱ怖いんだよね、うん、タイミングが合うとバーンと打てるんだけど、タイミングが狂うとやっぱこう話してしまうというね、まあそういうシーンが見受けられたんだけども、うん、だけどやっぱ今日の試合見てると、うん、やっぱ大谷がいるのといないのでは一番に座ってるの座ってないの、やっぱ相手も監督もやっぱ怪我してるけども、やっぱ大谷警戒でピッチャー変えるもんね、うん、これを見るだけでもやっぱ相手としては相当マークはしてるし、それマークが外れたということ外れるということは大谷が休んでね、やっぱブルペンが少し楽になるんだよね相手の、うん、だからそういう意味では一人いるいないではもうすごく大きいと思うのと、やっぱフォアボールっていうのはね、まあ、初回のフォアボールっていうのは効いてるということ、うん、だから今日ヒットがなくてもね、はい、なんて言うんだろう、貢献はものすごい大きいなって、存在が大きいなっていうようなね、うん、まあそんな感じがしたけどもね、はい、はい、まあ、今日は、まあ両チームホームランは1本ずつ出ましたが、はい、5安打ずつということでね、うん、結構打撃は、まあそうだね、楽しみというかね、確かに気温が、うん、まあ試合の終わる頃でテレビで言ってたのは9度ぐらい、寒い、うん、だからこう体感ではもうちょっと冷えてるかなというような感じで、やっぱこうロサンゼルスの気候ともう全然違うっていうところで、まあ、やってるから体の動きが悪いのかなっていうような、まあ、そんな感じもしたけども、うん、まあドジャースの方はね、はい、効果的な一発というか、うん、で点の取り方もしてる、まあ先制の赤星ダメ押しっていう風にね、うんうん、まあそんな大量点ではないけども、
まあ、取れてるということと、まあ、ヤンキースの方は3回だったかな、うん、まあその日初めてヒットが出て4回かスタントンか、はい、がヒットに出て、うん、で、まあ、レフト前のヒットで、あ、タイムリーかと思ったらホームに刺されるという、うん、だからすごく流れが悪いんだよね、うん、まあこれも何もやっぱ先取点を取られるということが、まあ、後手後手回ってるかなっていう感じはするよね。うん、それと大谷って言うけども、うん、フリーマンマークしないと、これフリーマンに全部やられてるからね。ねえ、このシリーズの始まりがフリーマン選手にやられてるという、まあ、逆転サヨナラ満塁ホームランでね、ところから始まってるのでね。そうそう、マークは当然する選手なんだけども、うん、やっぱ大谷に目がいってフリーマンに行ってないのかなっていうような、まあ、そんな感じもするし、うん、だからまあそこら辺で、もっと打てればね、うん、いいんだけども、なかなか打てないね。やっぱこの雰囲気を変えるとしたらもうジャッジしかいないかなっていうのは、ヤンキースがね、うん、まあ、そんな感じもするし、うん、まあこれね、ニューヨークであと2試合ね、ある予定ですけれども、うん、次取らないと、いやもう大手かかっちゃってるから ねもういけないので、うん、ただヤンキースタジアムが沸いたっていうのは9回ツーアウトランナー一塁でそのツーランホームランが出た、そう、もうその時しかない、すごい土壇場でね、まあそうだね、2点で、まあ現地時間もう11時も過ぎてて、まあ気温も下がってて、で試合終了を待たずに家路に急ぐファンもいるしね、うん、ちょっとね空席目立ってきててね、うん、だからもっとドジャース対ヤンキース、ヤンキース対ドジャースって言ったら盛り上がると思ってたんだけど、うん、やっぱこう打線がこうね、まあ、ちょっと沈黙してるし、ちょっと盛り上がりに欠けんなっていうようなね、そんな感じがするよね。今この3連敗っていうのもちょっと痛いですもんね。まあまあもちろんそうだね、まあ、それと、うん、あのドジャースのねピッチャー陣がどうするのかなという、うん、ヤンキースの打線に対して、うん、これがねすごく健闘して頑張ってんだよね、うんうん、だからまあここら辺も相手の力を出させてないというね、うん、まあドジャースの投手陣、まあ、山本はじめ、はい、なんかすごくいい形で回ってるなという感じがする、うん、ただ今日のバッティングの状態を見るともう明日で決まっちゃうかなっていうようなね、うん、でもこれね、まあ勝手に伝統の一戦っていうふうに思ってるのかもわからないけども、うん、俺がね、うん、これ4連敗くらったら相当ヤンキースは叩かれるだろうね、ニューヨーク代表ということでねまあそれとやっぱこうなんていうのかな、まあ日本の巨人みたいなチームだし、うん、絶対勝たなきゃいけないというようなことを常勝軍団としてね、なんか位置を保っていかなきゃいけないチームだけに、うん、やっぱ相当苦しいと思うし、うん、やっぱプレッシャーも感じてるんだろうなっていうふうには感じるね。ね、うん、まあね、こう間が移動日とかもなくて次連戦なんでね、はい、そうそこうまく切り替えていかないといけないところですけど、うん、もう開き直るって言っても、うん、調子が悪いんで全員が、うん、だからあんまりこうなんていうの、雰囲気を変えるにはもうジャッジの一発っていうような、もうそこに期待するしかないような感じがするよね、うん、まあ、ジャッジの一発が出ると球場の雰囲気も変わるし、うん、やっぱチームメイトも乗っていくぜみたいな、うん、行こうぜみたいな、うん、まあ、そんな感じも出てくるだろうし ね、まあ、ちょっと心配なのが気温が低い分だけ大谷の肩っていうのがね、左肩っていうのがちょっと心配だけども、でも打席に立ってじっくりあれだけね、うん、ボールを見られるとそれは相手も嫌だろうし、うん、やっぱこうやっぱ存在感をすごくまた新たに感じたようなゲームだった ね。そう、もう打たなくても打席に立つだけでこの存在感っていうね、うん、まあそうだね、うん、まあね、あの肩は大事なので、まあね、ちょっとこうやってね、あのまあ俺もやったことある、ね、うん、あのランナー出た時にね、俺は守備についてたからこう動かさなきゃいけなかったんだけど、うん、高いボールってこう取れなかったのね、うん、まあ俺のことはいいかでも大谷はもう高めさえ打たなかったら、うん、あの全然こう上を腕をこう上げることもないしね、うん、だから走塁の時だけねちょっとやっぱり気をつけてほしいなっていうふうに思うし ね思わずなんかこう動かせてしまったっていうか ね、ちょっと怖いですけど、やっぱここ一か八かっていうね、あの走る時も出てくると、うん、
っぱどうしてもね、かばうの忘れてまた痛めるっていうケースもあるかもわからないけどもね、まあそこら辺はね、気をつけて、まあ、頑張ってほしいと思います、うん、はい、と言っている間に日本シリーズもね、はい、今日また熱い試合が予定されていて、ね、そうだね、いや、そうだ、まあ、東とシュワードジュニア、そうね、が先発します。もう DeNA はね、はい、なりふり構ってられず、怪我明けの方がみんな出る予定、まあまあね、んなというふうにもう行く予定だって言うし ね、もう総力戦でね、なんとか白星を勝ち取ってほしいですよ。まあ海の向こうも日本もね、もう負けてる方は総力戦になってくるし、ね、やっぱ気分変えるためには何かしていかなきゃいけないしね、本当に、まあ頑張ってください。はい、はい、まあ大谷の存在感をまた改めて、感じた試合でした。はい。